いや、逆や。絶対逆や。その辺の考え方自体が良くなくて、結果出てない人っていうのは、かなり多そう。こだわらなさすぎ。ここに気づけるかどうかっていうのはすごい大事なことで。いや、ベンチャー企業でしょ。ぶっちぎり僕はベンチャー企業をお勧めします。ああ、チャット GPT プラグイン、今までありがとうって思いながら動画見てました。これ今日のやつですね。あの、チャット GPT プラグインがいよいよ終了するということで、アナウンスが出ていたんですけど、それを取り上げました。 前からそういう話はあったんですけどね。g p t 図が出た後ぐらいにチャット GPT プラグインなくなるかもみたいなことが言われていて、まあ僕も別にね、今更チャット GPT プラグインいるのかって言われたら別にいらないんじゃないと思っていたんですけど、g p t 図でできちゃうかないらないんじゃないかと思っていたらなくなりましたね。まあそらそうかという感じですけど、もしね、チャット GPT プラグインをめっちゃ使ってる人がいたら <laughs>、 困る人もいるかもしれないですけど。現状で言うと、全部が全部ね、多分 GPT 図に置き換わるみたいなことは難しいんでね、今のままで。チャット GPT プラグインじゃなきゃできないことって多分あって。それはね、チャット GPT プラグインの場合はゴリゴリにプログラム組むんで、GPT 図みたいな感じで、ノーコードで、チャット GPT の管理画面でっていう感じではないので。当然、ノーコードの方が楽だけど、複雑なことをやろうとすると、まあかなり無理がある。 チャット GPT プラグインはハードル高いけど複雑なこともできるということで。まあその辺がね、今後どうなるかですよね。GPT 図の機能もまだまだ拡張の余地めちゃくちゃあると思うので、楽しみですね。先日の配信見て使ってなかった iPad 使ってデュアルモニター化されました。いいね。チャット GPT の生成画面を見る生活から解放されました。快適です。いいですね。iPad とかでも確かにデュアルモニターできますよね。iPad を入れると僕5個ぐらいモニター使ってますね。それで言うと。 まあ iPhone も入れれば6個ですけど。なんか YouTube とか、そういう作業に関係ないようなものを iPad で表示するようにしています。パソコンのリソース食うのも嫌なんで、一つの画面を占領するのももったいないし、海外は画面見なくて音声だけでもいけるものが多いから、YouTube も。まあ前回もね、言ったんですけど。やっぱデュアルモニター、画面一つで作業しているんだったら二つ以上は欲しいっていうのが正直なところですね。一つだけでやるというのは非常に効率が悪いので、二つ以上ある方が絶対に効率いいですよ。特に、 時間がない、苦行でやってるっていう方は、その時間がない中でいかに生産性を最大化させるかっていうところが重要なところなので、そんなモニター一つで効率悪い作業してる場合じゃないので、で結構あるあるなんですけど、これ不思議なんですけど、収益が出たらそのお金で買おうと思いますみたいな人もいるんですけど、逆っすよ、多分。その収益を出すために、 そういう効率化をしていかなきゃいけないので、そもそも収益が出たんだったら別にそんな効率化しなくてもいいじゃん。もう収益出てんだから。でもほとんどの人は結果が出ないまま終わっちゃうので。だからその結果を出すっていうことにまずは全力を出さないと。で、別にモニターって言ったってそんなに高くなくてもね、その質にこだわらなきゃ1万円以下でも全然あるわけで、それをなんか収益出したらって先延ばしにするっていうのは多分お金の使い方として良くないですね。なんか何十万もするものをね、 はえっていうわけじゃないので、モニター増やすっていうのは誰でもお手軽にできて、今すぐに効率化できる方法だと思うので、マジでモニター増やした方がいいよ。だからノートパソコンでやってるんだったらノートパソコンともう一つ末置きのディスプレイとか。そんなヤフオクとかで買ったら5000円とかで買えるんじゃないですか今時。モニターの大きさはもう、その机のサイズに合わせて決めたらいいかなと思います。まあ僕は27インチとかは欲しいですけど、1枚。まあれも27インチの ね、モニターを置く、こう、スペースがないとかっていう人もいるんで、それはもうしょうがないですね。ちなみに、あっちの方にも机がもう一個あって、あっちの方のモニターとか死んでますね。<laughs> 一応置いてあるけど、なんか来客用に置いてるけど、あんまり来客があった時でもそのモニターを見ることはないっていう。仕事してるとモニターの数とパソコンの数だけどんどん増えていく。まあ、パソコンの数はね、あの、年数が経っと新しいものに変えるんで、2、3年に1回ぐらい新しいのに変えるからそれで増えていくんですけど、まあ、モニターもなんだかんだで、ね、余、まあ、ってるモニターも結構あるんじゃないかな。まあ、そんな、 5台も6台もないけど、2、3台ぐらいも余ってそう。昔、5、6年前ぐらいに買った iMac Pro。iMac Pro だっけ多分そう、iMac Pro っていうのがあって、当時130万円ぐらいしたんですよ。それが。めちゃくちゃいいパソコンで。で、それとかも、結局今は使ってないので、まあその当時の iMac Pro より、多分今のパソコンの方が全然スペック高いので、まあ今のパソコンそもそも高いけど、値段も。まあでもそんな130万円もしないじゃん。でも当時は多分それが一番高かったんだけど、 でも全然それよりも今ね、高いやつで、多分マ Mac とか一番高いの。800万ぐらいじゃない言い過ぎかな。でも多分そのぐらいのやつあると思うので。いや、買ってないよ。それは別に買わないけど。でもちょっとだけいいなと思うよね。でも買ってもな、なんか2、3年でそれがダメになるって考えたら、さすがにそこまで渡せないかな100万ぐらいはまあ、必要経費だと思えるけど、なんかそれをさすがに超えてくると動画編集をするわけでもないのに、そんな高いの買ってる場合じゃないんじゃないかと思うよね。 使ってたプラグイン大体 g p t 図でやってよかったです。でも多分ね、g p t 図で大体何でもあると思う、だってめっちゃ出てるから、ちょっと前に発表されただけで300万とかあったから、ChatGPT プラグインってそこまでないんですよね。最初に、一番最初のリリース時に出てたのが80ぐらいで、そこから増えても数百じゃない。1000以上とかってなかったと思うんですけど、それは結局開発のハードルが高すぎたんで、プログラムとかゴリゴリ組めないと ChatGPT プラグイン組めなかったから。 まあそれで数が増えなかったんですけど g p t 図はね、誰でもほんまに簡単に作れる。まあ言ったらもう30秒とかでも作ろうと思ったら作れるじゃないですか。適当なものだった。だからものすごい数が作られているっていう。それはそんだけあったら大体何でもあるわなっていう。数の暴力みたいなのはね、やっぱりありますよね。プラグインいくつか入れたけど結局使ってないんですね。かといって g p t 図も作るのむずい。まあちゃんと作ろうと思ったら難しいですね。でもちょっとずつなんか自分の作りたいもの、 あ、こういうのがあったらいいな、みたいなんで、とりあえず作ってみて。そのお金とかね、追加でかかるわけじゃないから。で、それを使いながらちょっとずつメンテナンスして作っていくっていうのが一番いいかなとは思いますけどね。いや、でも g p t 図は、これからのめちゃくちゃ大きなトレンドだと思うんで、触れるようになっといた方がいいよ。あ,あ、サムネで終了、実際はそんなことないの流れが定番で、内容見たらほんまに終了するのかって突っ込んでしまった。そうなんですよ。今日のサムネね、チャット GPT プラグイン終了のお知らせっていう。動画の中でも言ったんですけど、大体そういうのって終わらないじゃないですか。 まあ YouTube のサムネってそういうもんだと思ってるんで、終わらないけど終了のお知らせとか、僕は別にいいと思うんですけど、今回はほんまに終了するっていう。確かに珍しいっちゃ珍しい。もう何の迷いもなく、お知らせ、終了のお知らせにしました。なんやかんやででも ChatGPT プラグインとかみんな使ってないけど、それなりにみんな興味関心あるんだなと思いました。なんか再生数を見てて、反応がそんな悪くないんで、まあ最近の動画の中だったら結構いい方なんで。 まだ娘が寝ません。独身の時に戻ってブログしたいです。可愛い,いけど。11時前か。年齢にもよるけど、ちょっとかしいですね。確かに、でも、子供がいなかったらめちゃくちゃ仕事できたなって思いますよね、今。その子供に使う時間っていうのも当然あって。それこそね、ご飯食べ終わった後も、子供が寝るまでにやんなきゃいけないことがいろいろあるんで。 そこに何時間もかかるけど、その時間が全部いらないって考えたらすごいっすよね。土日も別にね、子供いなかったら。でも子供がいると結局基本的にはね、そんなにめちゃくちゃ一日中仕事を週末もするみたいなことは難しくなるんで。いや、でもどうなんだろうな子供がいるから頑張れるみたいなところもある気がするんで。なんかプラマイゼロぐらいな気がする。いや、トータルはプラスか。ただ早く始めるといいっすよね。独身の時とか。 まあ僕は学生の時からやってたんで、ブログとかを2005年ぐらいからやってて学生の時なんてさ、ほんまにすごい時間あるじゃないですか。言ったら一人暮らしだったし、大学生って、空いてる時間もめちゃくちゃあるからね、残業なんて、基本的にはありえないし、まあ、レポートとかあるけど、そんなの言ってた橋出しててるし、土日なんて、ほぼ暇だしで授業ない時間もめっちゃあるし、余裕であって、間3時間とか空くじゃないですか、1コマ90分で、1コマ出て、 2コマなくて昼飯で3コマなくて4コマからみたいな。だから10時半ぐらいから2時半ぐらいまで間空いてるみたいなことめっちゃあるんですけど、まあそういう時に作業できるからいいですよね。まあ僕はあんまりそういう時作業しなかったけどな、やってた時もあるかもしれないですけど、それよりやっぱ家で作業することが多かったから、もう夏休みとか多分死ぬほどやってたと思うな。もうほんまに朝から晩までどこにも行かずにずっとブログとかやってた気がする。だからやっぱ時間ある時にできるってのはいいんでね。 やっぱ早くやればやるほど有利っすよね、その辺は。時間がない中でやるのは。めちゃめちゃ大変なんで。この話もよくするんですけど、やっぱ時間なくて成功するってマジで難しくて難易度高いので、時間をめちゃくちゃかけて成功するのって、時間め、全然かけずに成功するのだったら、もう成功率多分何十倍とか何百倍も違うんで。これ時間だけの話ではないんですけど、いっつも言うんですけどね、めちゃくちゃ努力して、めちゃくちゃ練習して、めちゃくちゃ勉強して、めっちゃ時間かけて、例えばめっちゃお金もかけて、 成功するのと、この辺を何にもやらずにね、楽して手間をかけずに、時間もかけずに、無料で成功するって、もうとにかく難易度が段違いに違うんで。だからみんなが思ってる簡単にとか楽にっていうのは、実はもう死ぬほど難しいことだっていうのは、やっぱり知っといてほしいなとは思いますよね。もちろんそれで成功することもできますけど、成功する人もいるんでね。でも難しい。限りなく難しい。そんなのほんと1万人に1人とかじゃないですか。<laughs> それは言い過ぎか。1000人に1人とか。 さすがにそんな0.1%の人に自分はなれるとは思わないじゃないですか。てか多分その0.1%になる人はわざわざそんなことしなくても、もう絶対今うまくいってるんですよ。もう起業してさ、それこそ上場してますと。だから持たざる人はね、それは僕も含めてなんですけど、持たざる人はとにかく時間のかけて、キルを磨いて、諦めずに執念深くやるというのが大事なんじゃないかなと思います。僕はそういう風にやってきたんでね、今まで。別に自分のことを成功したとも全く思ってない。全然成功してない。 ですけど、うん、それでも一応19年経ってもまだ続けられていて、会社もね、一応存続しているというのは、多少なりともそれがうまくいってるから、そういうことができるわけで。だから今から01をやろうとしている人とか、副業で例えば10万円稼ぎたい、20万円稼ぎたいみたいな人だったら参考にしてもらえるんじゃないかなと思いますね。続いて、ブログ作成に、ブログ記事作成におすすめな AI ツールで、エクセリアスプレッドシートと連携できるものはありますか Excel などで、プロンプトの入力や出力を管理した、しながらやりたいと思っています。コパイロットは Excel 連携できると思いますが、データ作業しかできないのかなと思いまして。できないっすね、多分。それは。うーん、まあ、できないことはないだろうけど、って感じっすね。そんな多分都合のいいものはないっす。まあ自分で作る。簡単なものだったら自分で作れると思うんで、それでいいんじゃないかなと思いますけどね。そのスプレッドシートでガスっていうプログラムあるんですけど。 でガスで思い出したけど、今ガスがめちゃくちゃエラー起こってて、まともに動かないですよね。僕だけかと思って、Twitter で検索したら同じような人、世界中にめっちゃいました。はい、そのスプレッドシート使ってね、やれば、例えばセルに書いたものをそのまんま、なんだろう、チャット GPT に飛ばしてというか、その GPT-4 を使って、えー、っと、回答をもらって、それをまたセルに書いてっていうができるけど。まあ、それもどういうふうに管理をするのかっていうのも人によるんでね。だから多分そんな都合のいいものはなくて、自分で作るしかないと思います。そういうのをやろうと思ったら。 そのためにプログラムあるんで。でもそれも全然チャット GPT とかで組めちゃいますけどね。よっぽど複雑なものじゃない限りは。最近ほんまに自分でプログラム組む機会減ったもんな。もうちょっとしたもんでも全部投げちゃう。チャット GPT。その方が早いし、楽。別にエラー出たって <laughs> 直してって言えばいいし。デアルディスプレイはメーカーとか問わずでしょうか別に問わないです。うん、何でもいい。トリプルディスプレイにしたら作業効率爆上がりしました。モニター多い方がいいですね。いや、モニターはね、マジ正義だと思う。 僕もずっとデュアルディスプレイでやってたんですけど、10年。いや、10年以上か。いつからディスプレイこうデュアルにしたのかなんて覚えてないけど、でも学生時代はすでにデュアルではやってたんで、まあブログやってたからね。だからそう考えたら、15年とかはデュアルディスプレイでやってたんですけど、会社もデュアルでやってたし、でも最近、 4つにしたらめちゃくちゃ快適だ。もっと早くすればよかった。4つにしたら便利だよってめちゃくちゃ聞いてたけど、いやでもそんなにモニターあってもなとか思っていたけどめちゃくちゃ便利。でもトリプルでもいいと思う。1つより2つ、2つより3つ、3つより4つ。で、3つにしようと思うと結構ね、まあどう,どういう配置にするかっていうのはモニターに寄ったりするんですけど、横に並べるとちょっと見にくいかなみたいな。でも縦、こう並べるにしては3つだと収まりが悪いし、まあよくあるのは1つのディスプレイを縦にして、もう2つを横にするみたいなのはあるけど。 それも考えたけどね。でもやっぱり横長の方が見やすいだろうなと思って横向きで4枚並べてみますね。めちゃくちゃいい。ああ、無線の HDMI ってどうなんでしょう導入してますかいや、導入してないっすね。どうなんだろういいの。よかったら教えてほしい。確かにね、HDMI。それこそモニターがめっちゃあるんで HDMI ってめっちゃ繋ぐんですけど、コードだらけになるんですよね。机の周り。まあ、ただでさえガジェットとか多い方なんで。 だってディスプレイだけでさ、電源のやつと、その HDMI みたいなやつだけで、4つ置こうと思ったら、それだけ8本出ますからね。線が。邪魔なんだけど。<laughs> 無線にできるんだったらいいけど。いや、どうなんだろう。まあ、ゲームは絶対無理だと思うけど、無線のスピードだと。普通に作業するぐらいだったら無線でもいけるのかな。あんま考えたことなかったけど。それがめっちゃ配線邪魔にならずいいんだったら、そうしようかな。 ああ、モニター4枚。は快適すぎて元に戻れません。わかる。一回4枚にしちゃうと多分マジ戻れないと思う。2枚とかどうしようってなる。今この下の2枚だけで仕事しようってなったら。マジ結構困るな。ルームツアーとかやってほしいです。ルームツアーするほどなんもないんですよね。<laughs> 事務所で。仕事しかしないから。まあ、でもルームツアーよりもデスクツアーみたいな。この作業環境かな。映ってないところは結構いろいろ置いてあるから。この辺は何かの機械に。 奈々ちゃん怒るとかイライラとあまりしませんかそんな時どのようにセルフコントロールされてますかええー、どうなんでしょうね。人よりはあんまりイライラしたりしない方かなとは思いますね。どうやってセルフコントロールしてるかって言われたら別に意識してることはあんまりないんだけど、なんか根底にあるのは自責思考かなとは思いますね。あんまり他人に期待するとか、そういうことをしてしまうとイライラしちゃうじゃないですか。なんで思い通りにいかないんだって。 でも、自責思考だと、ああ、自分のこういうところが良くなかったんだなとか、そういうふうに思えるから、イライラっていうよりは反省しようってなる感じじゃないですか。いや、もちろんあるけどね。<laughs> この野郎って思うこと普通にあるけど、ただふ、人よりは少ないと思う。いや、わかんない。でも、どっかで僕がこんなこと言って気で散らかしてる動画が流出するかもしれないから、あんまり振らないけど。ないと思うけどなぁ。 でもなんか無難にあれはいいと思うけどね。セルフコントロール。アドラーとかそういうのを読んでおくのは。アドラー心理学とか。そういうのを読んでおくとなんとなく役に立つかも。もしアドラーが上司だったら。これはすごいいい本。わかりやすい。まあ、あとイライラとはちょっと違う。まあ、イライラも入るんですけど。これとか。反応しない練習という本。こういうのはいいんじゃないでしょうか。割とおすすめ。 ずっとモニター1枚の人生でしたが、デュアルモニター以上の人の快適コメントすごいですね。早めに環境を整えます。あ、マジで。<laughs> 普通にめちゃくちゃ快適なんで。あの、作業環境を整えた方がいいですよ。今の状態でめちゃくちゃ必死にやろうとしてる人ってめっちゃ多いんですけど、それ何年も続けてる人って結構多いんですけど、やっぱめちゃくちゃ効率悪くて、まず作業環境を整えるのと、あとは時間の確保。最優先。それは1日、例えば1時間を無理くりずっと続けるよりも、 何かを整理して1日3時間使えるようになった方が3倍できるわけじゃないですか。仮に1ヶ月か2ヶ月それに時間かかったとしても。まあ、転職とかも例えば含めてさ、2ヶ月間転職に使いましたその間全く副業できませんでしたって言っても、転職した後に1日の作業時間3倍になるんだったらそんなのすぐにペイじゃないですか。そこからずっと3倍のスピードでできるんで。だからもっとその辺と真剣に向き合ってもいいんじゃないかなとは思いますね。こだわらなさすぎ。基本的に僕とかじゃなくてね。 もっともっとすごい結果出してる人っているじゃないですか。それこそ、誰だろう、ヒカキンさんとか。まあ、りょうでもいいんですけど、身近なところで言うと。り学長とかっているけど、あの人たちってめちゃくちゃ環境にこだわると思うんですよね。だからパソコンとかも、もう常にフルスペックで、みたいな。ですから、お金があるからって思うかもしれないけど、でも、それってお金があるからってもちろんそうなんだよ。 お金があるから、その何百万もするパソコンを買えるとか、設備投資ができるっていうのは当然あるんだけど、でも多分お金ない頃から、お金ないなりにそういうことをしてたと思うんですよ。それで考え方の違いで、最初からそういう投資をするみたいな、まあ要はビジネス思考みたいなもんなんですけど、そういうものがあるかないかっていうのはマジで大きくて、さっきも言ったんですけど、やっぱりうまくいかない人って、 うまくいったら何々しますってめっちゃ多いんです。僕めっちゃそれ言われることあるんですけど、昔からね。例えばオンラインサロンとかやってるんですけど、収益が出たらオンラインサロンに入ろうと思いますみたいな。いや、逆やん。絶対逆やん。その収益出たんだったらもうオンラインサロンいらんくないだって収益出てるんだからそのままやればいいじゃん。まあもちろん伸び悩むとかもあるから、それで入るとか全然いいんですけど、でもどう考えたって01が難しくてその壁越えられない人が一番多いんだから、 その一番難しいところでオンラインサロンに入るとか何かしらのカードを切るべきだと思いますけどね。だからそれは自分は01はもう絶対いけるから別にここまでは自分で頑張ろう。でそこからオンラインサロン入ろうみたいな。なんかそういうポジティブな感じなの全然いいなと思うんですけど、そのぐらい自信があるんだった。でも多分ほとんどの人はそんなことなくて、なんか自分に自信もなくて、知識とかもね、パソコンも苦手で、なんか得意なこともなくて、でブログもやったことない、文章もそんな上手じゃなくてどうしていいかわからない。だけどお金稼げるまでオンラインサロン入りませんみたいな。 それって、どこでうまくいく道筋というか、賞賛みたいなのがあるんだろうって思うんですよね。だから、スポーツとかで例えることが多いんですけど、例えばサッカー選手って足早いのがめちゃくちゃ大事じゃないですか。まあ、極論世界で一番足早かったら多分サッカー選手としてかなり活躍できると思うんですけど、誰も追いつけないからね。らめちゃくちゃ強いと思うんですけど、じゃあ足遅いとダメかって言ったら、まあもちろん一定以上の速さはいるでしょうけど、プロになろうと思ったら。でも、その最低基準の人でも、プロやっていけるわけじゃないですか。 で、それでも活躍してる人って多分いるんですよ。その人なんで活躍してるかっていうと、足がそんなに速くない代わりに、他のところが他の人よりもレベル高いわけですよ。例えば、思考が速いとかさ、周りがめちゃくちゃ見えているとかさ、パスの精度めっちゃ高いとか、体力めっちゃあるとか。まあ、要するに、足はそんなに速くないけど、他のところがめっちゃいい。で、これでバランス取ってるわけですよ。足遅い。 でも他のところ。別に逆でもいいですよ。足はめっちゃ速い。でも他のところがあんまりない。まあでもぶっちぎり足が速いからこれでバランス取っていってるって話なんですけど。さっきの話で経験とかスキルとか知識とかもありません。で、自信もありません。まあ時間もありません。で、お金もかけません。ってなったらさ、バランス取れないじゃん。どこでどうバランス取ろうと思ってるのそれって、なんつうか、もうもはやうまくいかない理由全部並べてるだけで、ほらうまくいきませんでしたって。いや、そりゃそうだよね。 ってなっちゃうじゃん。なんかその、いかにしてうまくいくのかとか、どういうふうにしてその結果を出すのかっていうのを考えていかなきゃいけないので、ね、その辺の考え方自体が良くなくて、結果出てない人っていうのはかなり多そう。全然デュアルモニターから全く関係ない話になってるける。まあ全くではないか。まあ、バランス感覚っていう話をね、あの動画の中で僕結構何十回も言ってるんですけど、とにかくバランス感覚大事なの。こっちをやらないんだったらこっちをやるとか。だからブログで言うと、 例えば、非リンク集めないんだったら、コンテンツの質を圧倒的に高めるとこれ逆でもいいですよ。コンテンツの質下げるんだったら、非リンクめちゃくちゃ集めてくれるとか。そうじゃないとバランス取れないじゃないですか。でも、ほとんどの人はどっちもやらない。要は、記事の品質も高くないです。非リンクもありません。逆に、それをどうやって SEO で上げようと思ってるんですか。そういうのを聞きたい。まあ、そうすると別に何もないわけですよ。いや、わからないんですよね。ってなっちゃう。まあ、それは SEO で上がらないし、ブログで稼げなくて当然じゃないかって。だから、何かしらはいるので。 まあそれ何かっていうのは別に人によって違うんですよ。お金があるんだったらお金を出せばいいし、人脈があるんだったら人脈を出せばいい。で、そういうのが何にもないんだったらそういうのをまず作る努力しないと。まあ武器を作ろうという話もよくするんですけど。マジで。 手ぶらで戦場に行っても一瞬でぶちのめされて終わってしまうので。武器持ってるならその武器で戦えばいいんですけど、武器持ってないんだったら武器を作るとか、武器を用意するところから始めないといけないので。だから大学生の頃から僕はやってて、僕は多分ね、時間だったんですよね。当時持ってた武器は。もうそれしかなかった。あとは人よりも早く始めてた。で、この二つだけ。他のもの何もなかったんで、知識もなきゃ経験もなきゃスキルもない、お金もない。で、人脈もない。そんな状態だったので、なかなか何もないないっていう中でうまく活かせるのは難しいので。 g p t 図でめちゃくちゃ時短しちゃってますけど、見てる感じ、使いこなせていない人多いんですね。いや、これはね、多いと思いますね。普通に。で、結局、何を作ったらいいのみたいになる人が多い。いや、でもね、これはね、g p t 図の使い方とかそういう話じゃないんですよね。そういうところに意識が向くのかどうかっていうのがすごい大事で、まあ、これは社内でもそういう話をすることがあるんですけど、例えば、 業務を効率化しなきゃいけないところってすごい効率化していくんですけど、まあそれは何かしらのシステム化をしていく。まあ自分でプログラムを組むのか、外部のサービスとかツールを使うのかっていうのは別にしても、そういうのをすごいやっていくんですけど、えっとその時にね、そもそもこの自分のやっているものが効率化しなきゃいけないものだとか、効率化できるものだっていうのにそもそも気づかない人がほとんどなんです。これ9割ぐらいそんな感じなんです。だからすごい効率の悪い方法をそういうふうにやるしかないと思ってるからずっとやってるんですけど、 いやでもさ、それ効率化してやったら、多分その作業全くいらないよみたいな。なんだったらそのめちゃくちゃ頑張って、例えば2日ぐらいかけている作業、多分5分で終わるようになるよみたいなのも、まあめっちゃあるわけですよ。だからそこに気づけるかどうかっていうのはすごい大事なことで、まずそもそもそこにアンテナを張れてるかどうか。その発想がないんですよね。なかなか。これは効率化できる。じゃあどうするみたいな。 まあ、もちろんそれが、なんつうか、実際に効率化できるかどうかっていうのはスキルの話とかもあるから、全部ができるわけじゃないけど、でも別にスキルがなくても考えることはできるわけじゃないですか。なんでその g p t 図の話で、その g p t 図めちゃめちゃ便利なんですけど、結局何をどう効率化していいかわからない。自分の業務の中にどう取り入れていいかわからないから、その g p t 図っていうめちゃくちゃ便利なものあるけど、使えてないっていう人は多いんじゃないかなと思います。なんかその個人的な基準みたいなので言えば、 3回以上同じことを繰り返すんだったら効率化した方がいいと思っている。何かしらで。まあそれを何でやるかとかはまた別の問題なんですけどね。ただ今はチャット GPT とかでも相談できるんで、昔に比べたらめちゃくちゃハードル低くなったなと思いますよね。だからそういうのを考えるとやっぱりプログラムやってるっていうのはめちゃくちゃ有利なんですよね。自分でプログラム組んでると、はあ、これはさ効率化できるなっていうのがわかるんで、プログラムで何ができて何ができないかっていうのがわかるから。まあ、効率化ってやっぱプログラム組むことが多いんですけど、難しいね、まあ、それは。でも、 意識をしないとずっとできるようにならないから、そういう意識をね、常に持てるようになるといいよね。ランクトラッカーで検索順位チェックをしてるんですが、月に1回ほど検索順位の繊維がリセットされることがあります。高地さんはそんなことにならないですかいやー、わかんない。最近ランクトラッカー見てないから、わかんないけど、どうなんだろう。そういうのがあるんだったら、どっかで話題になってると思うんで、なんか Twitter とか追ってもらうのは。 減ってる気がする副業であってもブログで月5から10万円をある程度安定して稼ぐには休みの日は8時間など集中して時間を使う時期も必要ですね。これはね、まジ必要だと思う。別に、その時間がないから成功しないわけじゃないけど、でもその時間がある方が圧倒的に成功しやすいよねとは思う。時間は使えれば使えるほど成功確率めちゃくちゃ上がっていくと思うんで、しかも普通にこう比例するとかじゃなくて、もうめっちゃ、その二次曲線というか、指数関数的に上がると思いますね。まあ指数関数は嘘ですね。そんな、あの、どこまでも上がっていくわけじゃないんで。 それでもそういう時期っていうのもある方がいいですよね。それをね、なるべく早いうちにやりたいんですよね。ブログを始めた。だってブログを始めた時っていうのが一番モチベーション高いんで。で、どん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 やっていくうちにわからないことが増えて、稼げなくて、モチベーション下がっていっちゃうんで。モチベーション下がった時に一日そんな8時間もできないじゃないですか。ブログを始めた時が一番モチベーション高いから、その時にめっちゃ集中してできるといい。そうすると一気に知識とかスキルとかを身についていくんで、ある程度壁みたいなのを超えられてできる。 やっぱりゆっくりやっていくと、本当にわかんないとか、そういうのが多すぎても嫌になっちゃうんですよね。ずっと、あ、今日もわかんなかった。今日も何も進まなかった。みたいなのがずっと続けば、それ嫌になるじゃないですか。<laughs> 誰だって。<laughs> 僕だって嫌になるんですけど。だからスタートラッシュ感じです。パソコンのセキュリティソフト入れていますか現在ノートも自動課金で入れています。最初980円だった気がしますが、いつの間にか1万円後半の値段になっています。へぇ。 無料期間のサービスをポチってそのまま放置しているのでノートンの太客になっています。値段が高いので無料のセキュリティソフトも検討していますが、やっぱりノートンの方が安心できますかいや別にノートンじゃなくていいんじゃない僕は E セットをなんとなく昔からずっと使ってるけど。なんかこの話前もあったよね。別にいらないんじゃないみたいな人もいる。なんか僕はお守り的にずっと使ってるのがあるから入れてるけど。へえ、両学長の紹介していた IoData の HDMI USB-C 対応のモニター快適です。いいよね。 マジ USB-C 最初めっちゃ嫌いだったけど、今全部 USB-C にしてほしいと思ってる。t y p e C ね。めっちゃいい。でもタイプ C もね、なんか限界があって。僕 Mac Mini 使ってるんですけど、Mac Mini にそんなにいっぱいさせないから、結局 HDMI とか、そういうのも必要という。数が増えるとね。一つ二つだったら全然いいですよね。僕もだから4枚のうち2枚は HDMI、USB-C ですね。僕は出るかな。 ブログの実績に Web 業界に転職しようと思っています。こんな企業はおすすめなどありましたら教えてください。いくつかメディアを持っている企業、ASP など。いや、ベンチャー企業でしょ。ぶっちぎり僕はベンチャー企業をおすすめします。僕自身もベンチャー企業で働いて独立して今に至るんで。でも任せてもらえる仕事の幅がめちゃくちゃ広い。あと仕事できるんだったら最前線で最初からやらせてもらえるんで。まあそれは社長によるって言われたらそうなんですけど。でもそれがめちゃくちゃいい。やっぱその時の経験っていうのは今にめちゃくちゃ生きてると思うんで。ね、てかむしろそれでしかない。今の僕は <laughs>。 YouTube で喋ってることっていうのはやっぱり、まあ、そこで得たことっていうか、まあ、その代理店とかね、SP で働いて得たことっていうのはめちゃくちゃいっぱいあるし、その時の人脈みたいなのもめちゃめちゃあるしあ、もちろん大手がダメっていうわけじゃないけどね、大手は大手で、やっぱりベンチャー企業だったら付き合えない、めちゃめちゃ大きな企業さんとの付き合いとかもできたりするし。 ま、その、大企業の看板持ってるから会える人もいるか,なだから。なそれがダメってわけじゃないけど、ただどっちかって言われたら圧倒的ベンチャー企業。もう社員数ほとんどいませんみたいな。僕多分5人目ぐらいで入ってますね。5人目か6人目で、で3人ぐらいは社長と取締役だったんで。だから僧侶メンバーの次ぐらいに入ってるんで。いやーめちゃくちゃ。大変だけど <laughs> 大変だけどめっちゃよかったね。そこで働いて。 もしアドラーが上司だったら反応しない練習、会社勤めとして見ておきたいあ。マジでめっちゃいい本なんで、おすすめ。まあ、反応しない練習の方は、なんで仏教的な話ですね。大体いい攻撃系の話は仏教に聞きます。あの心配事の9割は起こらないっていう本もあるんですけど、あれも多分最終仏教だったと思います。お釈迦様は言うとりますと、昔から。そういう話ですね。以前中地さん、1日1食とか16時間断食やっていたとお話しされていたと思いますが、今も継続してますか辛くなかったですか効果など聞きたいです。今はもうやってないですね、さすがに。めっちゃ前の話。何年前 ?3、4年前かな まあでも確かにやってた当時。あんまり辛くはなかったかな、個人的には。いや、効果はある。めちゃくちゃある痩せるよ。それは食べる量が減るんだから。なんかその、自分の仕事によるかも。僕の場合は、ミーティングしたり動画撮ったり、あとライブ配信したりするのが多いから。今って、じゃあ今この状態で何か食べるかって言ったら食べないじゃん。 だから正直、今言われなかったら何か食べようとかっていうそんな発想もないし。だからそういう仕事をしてる人は別にそんな辛くないんじゃないかなとは思うけどね。まあ別になんていうのお腹空いたらナッツとか食べる。<laughs> ナッツとか野菜ジュースみたいな。まあ朝なんて合ってないようなもんじゃん。僕別に朝ごはん食べなくても全然大丈夫な人なんで。朝は会ってないようなもんで。で、昼はまあ昼でナッツとか食べて。でも,もそしたら夜5時とか6時ぐらいまで一瞬じゃない 打ち合わせとかしてた。もう打ち合わせとライブ配信とあとちょっとお仕事したら終わりですよ。一日。だからそういう感じの生活だったけど。そんなめっちゃ辛いみたいなのはなかったかな。ただからできるできないは人によると思うんで。なんか自分に向いてる方法を探せるといいよね。メッシュも今はフィジカルで抜けなくなったけど、テクニックと経験で活躍していると、ケイスティホンダが言ってました。 ああ、まあ、確かにね、メッシュもね、なかなかにいい年なんで。いや、だから何かでバランス取れればいいんですよ。でも何にもバランス取れないと、それはうまくいかないだけなんで。ね、恥にも棒にも引っかからないだけなんで。<laughs> だから何かしらで、こうバランスを取れるようにっていうのは考えた方がいい。フルスペックはいらないけど、ある程度のクオリティの設備って大事ですよね。いや、大事よ。本格的にイラストやブログを始める前に、ノート PC 購入したんですが、CPU とかメモリーは、 スペックを高めのものにしたらサクサク動くし、重めのデータたくさん保存しても問題ないし、7年も必要なく使えているのでいい投資でした。いいね。いや、ほんまにそう思う。いや、だからさ、ブログをやろうとする人に、スマホでもできますかって言われることめっちゃあるんですけど、まあ、要はパソコン持ってないからスマホでできるかみたいな話だと思うんですけど、まあ、やめとけなんですよね。なぜかっていうと、まあ、ここまでの話を聞いてもらった皆さんならわかるでしょう。そんな、めちゃくちゃ重い足かせを背負ってね、あんで、 しょって、うまくいくって、マジで難しいから。それだったら、普通にパソコンを持って、パソコン使ってやるのと、スマホだけでやるのって、マジで、ウルトラハードモードだから、その時点で。そんな難しいことする必要あるかっていう話でね。楽な方、楽な方っていうか、こうすればうまくいくだろうな、みたいな、まあ、勝率の高い選択をしようっていう話もよくするじゃないですか。まさにそうで。 スマホでやるのとパソコンでやるのどっちが勝率高いと思いますかこれやったことなくたってさ、パソコン使った方が勝率高いって選べるでしょじゃあ時間をたくさん使うか、それとも時間をそんなに使わないか、どっちの方が勝率高いと思いますかで、時間使った方が勝率高いに決まってるじゃん、これも。 で、これはわかるじゃん。で、現実的にこっちを選択できるように何とかしなきゃいけないんだ。まあだからパソコンを買うにしてもお金がなかったら買えない。じゃあそのお金をどうやって用意する時間のことも、例えば残業ばっかりで、家族サービスもあって時間が用意できない。じゃあどうするその現実的にこっちがいいよね。時間を使える方がいいよねって思ってても時間も使えないし、そのパソコンのスペックもめちゃくちゃ低くて、一個一個の動作にめっちゃ時間かかるし、みたいなことしか、そっちを選択せざるを得ない人っていうのも結構いて、やっぱそうなってしまったらそれはうまくいく確率下がるに決まってるから。 まあそれはね、もう、なんかこう、僕らが相談聞いてどうすることもできないので、やっぱ本人に頑張ってもらうしかないところではあるんですが。朝食抜きの16時間断食やってます。昼食も減らしすぎると空腹で午後集中力が落ちてしまうので食べ方もバランスが大事。あ、これでも、お腹空いてる方が集中できるらしいですよ。科学的には。いや、科学的にはかわかんないけど、そういう話をよく聞く。まあ、僕自身も割とそういうのあるなと思ってる。お腹いっぱいよりもお腹空いてる方が集中できるっていう感覚があるんで。 これも人によるかもしれないけど。昔テレビか YouTube で見たんですよね。そういうの。なんか神の手を持つドクターみたいな特集あるじゃないですか。あれで。その手術がめっちゃ続くんで難しい。なんからご飯食べない。ご飯食べると集中力落ちるから。だから丸一日とか全然何も食べない時もあるぐらいだし。しかとうろ覚えだから丸一日とかは僕は持ってるかもしれないけど。まあでも多分、そんなことを言ってたはず。そんなすごい人が言うんだったらそれは間違いないだろうと。当時思った記憶がありますね。 昔 C 言語を覚えましたが C++ に移行できませんでした。オブジェクト指向というのがどうも相性が悪く、プログラミングはそれきりになっています。チャット GPT で何ができるのかほとんどイメージできないのは高級言語に移行できなかったせいでしょうかうんまあ無関係とは言わないけど、どうなんだろう。まあ C++ は難しいからね。僕もなんかちょっと触ってやめちゃってるもんな。その必要性があんまなかったから。僕の C 言語を昔やって、まあ大学の卒業論文でね。 必要だったので C 言語は触ったんですけど、まあ、基本的にそれでよくて、C、その時やったのは、まあ、C 言語でシミュレーションみたいなことをやって、ビジュアルベーシックでそれを表示するみたいなことをやったんで、だから C とビジュアルベーシックは結構触ったんですけど、でも C プラプラもなんか触る機会がその後にちょっとだけあったんですけど、でもちょっとだけあって、あっただけでやめちゃった。まあ確かにね、オブジェクト思考、オブジェクト思考。うん、まあ分かりにくいっちゃ分かりにくいですよね。便利なんだけど。 まあそれが関係してるのかって言われたら全く関係してないとは言わないけど。うん。どうなんだろうね。それがめちゃくちゃ関係してるのか。でも別にプログラムわかんないけど、タット t GPT めっちゃ使ってる人っていると思うんで、そういう意味ではそこまで関係ないんじゃないかなとは思わなくはない。今年はブログや会社の目標がいろいろあり、時間配分に苦労しています。いや、そうですね。まあそういうのもあるんでね。まあでも、 なんというかやっぱ考えようとすることは大事なことで、それを何とかしようと思わない限りはなんともならないし、誰かが何とかしてくれることもないし、今の時間よりももっとたくさんの時間を使ったら成功率も上がるんだからもっとたくさん時間を使えるように頑張ろうみたいなのは大事だと思う <laughs>。頑張ろうと思ってるだけで意味ないっちゃ意味ないけど。なんだっけそう、今日のタイトルにも書きましたけど、考えるな行動しろと書いたんですけど、まあこれも本当に大事だなと思っていて、まあ今でもそのハンドプラスって代行サービスやってて、毎日のようにいろんな相談もらうんですけど、やっぱその中で、 一番多いのが、もとにかく、時間がないから作業できないとか、あとは考えすぎて作業できないっていうパターンが本当に多くて。で、配信の中でもね、繰り返し言ってるんですけど、もちろん考えることも大事、悩むことも大事なんだけど、じゃあそれをずっと繰り返したところでうまくいくかって言ったら、やっぱりうまくはいかなくて、だって何も形になってないから。形を作れば、もしそれがめちゃくちゃのものだったとしても、 結果が出る可能性っていうのは0.1%でも残るんですけど、形が何もないっていうのは、それはもううまくいく加速率0%なんで、ね、実際に自分がどのぐらい理解できてるのかとか、何ができるのかっていうのも形にしてみないとわからないので、だからとにかく考えることっていうのも重要なことではあるんですけど、でも考えすぎて行動できない人は多いので、だから考えるな行動しろなんつ。とりあえずやってみる。 だからブログとかもいいんだって。何にも知らない状態でもいいの。SEO も何も知らなくてもいいし、記事の書き方も何も知らなくてもいいから、とにかく見よう見真似でも何でもいいからやってみる。で、その結果どうだったかっていうのを見てみる。だってそれでうまくいったら別にいいわけじゃないですか。だってワンチャンうまくいく必要、可能性は全然ある。だって形があるわけだから、ブログとして。それがめちゃくちゃ面白いものになってる可能性は全然あるわけ。で、それがだってお,お金稼げるようになってる人がっているわけなんで、世の中には。まあ、でもほとんどの場合はそれじゃうまくいかなくて、 じゃあ、うまくいかなかったのはなんでだろうっていうのをいろんなものを見て考える。本を読んだり、YouTube を見たり。効率が悪いんですよね。やりました。うまくいきませんでした。なんでうまくいかなかったんだろうっていうのを考えて、これかもしれない。じゃあ、これを解決するためにはどうするんだろうって言って情報を探すのと、何にもない中から漠然とブログのことだけを勉強するのだったら全然違うじゃん。例えば自分の、じゃあブログが上位表示できないのは非リンクが足りないからだって分かれば、非リンクの 獲得方法みたいな情報を探しに行くわけじゃないですか。当然見つかるわけなんですけど。でもそれが全くない状態で、ブログの成功方法とはみたいなのを探したって。 もう情報が散らばりまくってるし、いろんなものが出まくってで、なかなか身になっていかない。そんなの見たところです。そんな全部じゃ覚えられてるかって覚えててないわけじゃないですか。だから考えるっていうのも大事だけど、行動して、で、どうなったかっていうのを考えて、次にどうするのかっていうのを決めて、もう一回行動するみたいな。まあ、てか PDCA なんですけど、結局のなところ。それをやっていくのが大事なんで。だからほとんどの人はね、その PDCA に入る前で止まっちゃってるんですよね。入る前のところで半年とか一年費やすみたいな。いや、やりすぎ。絶対やりすぎ。で、 そのうまくいかないみたいなのはもう大前提なんで、僕だってうまくいかない時期がめちゃくちゃあって、ブログも何個も作って潰してみたいなのを繰り返して、2、3年してある程度結果が出たので、月に何十万とか。だから最初からうまくいこうとしすぎないっていうのは本当大事なことだなと思いますね。だから結局その勉強めっちゃしちゃうとか、なかなか行動できないって失敗したくないっていうのがめっちゃ大きいと思うんですよ。でもマジで無理で失敗しないとかって、ほんまに無理で。そのどんなに できる人だって失敗はするからどんなにすごい人だって失敗はするからだからそのブログとかをやったことない人が失敗しないとかって絶対無理だ。19年やってる僕だって失敗するし、周りのさ、その月に1000万とか言ったら人によっちゃ月に1億円超えてるみたいな人いるけど、その人たちだって失敗するからうまくいってないメディアとか全然普通にあるからだから最初のスタート地点として、失敗を怖がるんじゃなくて、失敗しに行く方がいいですよ。とりあえず失敗してみよう。なるべく早く失敗する。 そうするとその後の改善も早くなるから。で、ワンチャンうまくいったら別にそれはそれでいいわけで失敗しないで。ゆっくりやるとかって言うとマジで意味がなくて、いいことが一つもないので、ぜひ2024年考えるよりも報道するという1年にしてください。特にサーバー対だけを払い続けているそこのあなた。2、3日に1回ぐらいのペースで届く。私のことです。 <laughs> 今日の配信が刺さりました。私のことです。みたいな。まあそういう人はね、その代行サービスとかを使ってもらえるといいなと思いますね。まあ、そのために作ったサービスでもあるので、まあ結局そのまま止まっていてもうまくいかないし、結局そういう人は行動し始めても何かで悩んですぐ止まっちゃうんですよね。手が止まっちゃって。じゃあそれでうまくいくかってやったらやっぱりうまくいかなくて、もうとにかく作業しながらゴリゴリ改善していくしかないので。それは YouTube も同じですよ。うちの w e b s o ッ k t v だってそんな感じで。 4年間やってきてるんで、最初何もわかんないところからスタートして、まあもちろんこんな感じでっていうのはある程度考えてやってるけど、でもやってみたら全然うまくいかなくて、じゃあどうするっていうのを考えて、もう毎回いろんなことをテストして改善して今に至るという感じなんで、まあもちろん今が大成功してるかって言ったらそんなことはないけど、でもそれでも銀の多点ももらえたし、登録者12万人ちょっとですかもうちょっとで13万人ぐらいだと思いますけど、そのぐらいまでは来ているので、何も知らない人がどっちろうとかね、 なんか試行錯誤しながら時間をかければなんとかなるんだということですね。この配信を見ながらアフィリエイトの管理画面を覗いたら収益確定していました。単価が高い。万単位満タインの案件なので一つ確定するだけで稼ぎが大きくなるのはありがたいです。素晴らしい。いいよね。高単価案件いいよね。テンション上がる。やっぱ1件100円とかだったらそんなにテンション上がらない。まあもちろん初発生だったら嬉しいかもしれないけど。でも1万円とか2万円とかになってくると。1件だけでもマジででかいから。高単価案件いいよ。えー、っと、ベンキュー B クリエイタス DP13101321 ハイブリッドドッキングステーションがスイッチ一つでディスプレイの切り替えもできて使いやすいみたいです。えー、今はクラムシェルで2画面プラス仮想ディスプレイでク画面にしています。研究使うと、うーっと MacBook Air でも4画面出力できるようなので格索中です。へえー。悪くないよ。なるべく早く経験するとても響きます。ゲッ知識もちろんですが、時間は最強の味方ですね。いや、マジで。 あれでも投資でもいいじゃん。インデックス投資でもなるべく早く始めた方がいいよ。それは何でも同じだから。<laughs> ブログでも同じだから。なるべく早くやった方がいい。マまんでもったいない。失敗しに行くを心がけて残り10ヶ月走ってみます。頑張って。もうみんなのことをオフェンしてるから。ブログ書くことが楽しいです。やってよかった。 あとは儲けることをしっかり考えないといけないですね。いや、まさにまさに。まあ、収益目的でやってるんだったらね、ちゃんと収益を取っていくっていうのはマジで大事なんで。まあ、そうじゃないと結局続けられないんでね。事業でも何でもそうですけど。ボランティアでやれることにはほんまに限界があって。まあ、1年とか2年とかできるかもしれないけど、じゃあ5年10年できるかって言ったら絶対にボランティアじゃできなくて。収益出すのはめちゃくちゃ大事なんで。 えっと、退職して難病と向き合いながら失業保険もらって職業訓練に通っています。これらの実体験をテーマに雑器ブログを書くのは筋が悪いですかこれはテーマを絞っているのでどっかですか私が今の環境にたどり着くまでに他の方のいろいろなブログや YouTube を見てとても参考になったので私も誰かのためになるかなと思いました。うーん。と、SEO じゃなければって感じですかね。まあ、かなりしんどいっちゃあしんどいけど。そう、需要がどのぐらいあるかわからないからなんとも言えないんですよね。 まあ、やるなら SNS での集客ですからね、需要自体は全然あると思いますね。なんかそこで本気でブログを作ってる人ってほとんどいないと思うので、まあ、作れないじゃないですか。その難病と向き合いながらっていうところで、僕には分からない大変さとか苦労とか、いろんなものがあると思うので、それは書こうと思って書けないので、そういうものを発信してあげるっていうのは、同じような病気で苦しんでいる人の助けになるかなと思います。ただ SEO とかでは上がらないので、YMIL という領域に触れるかなと思うので、 だから SNS とかそういうのを使いながら集客するっていう前提だったら別に全然いいんじゃないかなと思います。うまくいくか,いくかどうかはもうクオリティというか <laughs>、どこまで作り込めるかですね。失敗はされずに行動します。ブログ進みました。配信ありがや。いいね。高単価案件の商標記事を一つのブログに詰め込んでみるのはありですか、なしですかえ、ありかなしかって別にありじゃないそれやりたかったら別にやればいいなと思うけど。ただそれでうまくいくかどうかって言われたら、うん、微妙じゃないかなとは思う。その高単価案件、 で、まとめるって、知らんがらって話になっちゃうので、他の人にしてみると。なんでこれがまとまってるんだろうってなって。それでうまくいくかって言ったら難しいよね。結局、高単価案件なんで、ライバルも強いだろうし。じゃあ、そのまとまりのないブログで、その強いライバルたちに勝てるのかって言ったら、うん、勝ち目はなかなか見えない。まあ、だからすごい一つ一つのコンテンツをめっちゃこだわるか。その高単価案件を実際に全部レビューして、一時情報をめちゃめちゃわかりやすく書いて、っていうのができるんだったら別なんだけど、でも高単価だから多分単価も高いから。 しんどいんじゃないかな。一個一万円とか何十万円みたいな。まあ、脱毛だったら何十万円もするけど、そういうのでお金かけ続けるみたいなことになるんで。まあそんだけお金かけるにしてはなかなか一個のブログに全部のいろんなジャンルを突っ込むっていうなんか戦略はなかなかうまくいく可能性の方が低そうだからあんまりお勧めはしない。なんかリスクとリターンのバランスがすごい悪い気がする。お金を使うというリスクめっちゃあるけど、あんまり うまくいかなそうだなと思うので。まあお金使わなかったらリスクもないけど、でもお金使わないでうまくいくっていうのは難しいと思うので、その感じだと。という感じで。TT さん、GPT のメモリー機能を待ち遠しいですということで、今日の動画で、ね、解説したのかなあの、チャット GPT にメモリー機能という新しい機能が、まあ実装されたというか、まだ一部のユーザーで全員使えるようになってるわけじゃないんですけど、チャット GPT の中全部で、まあその本当に人間の記憶みたいな形で記憶してくれる機能ができまして、 そうすると、だから、やり取りしていたことっていうのを他のチャットで新しくチャットを始めた時でもその内容とか覚えてくれていたりするので、使えば使うほど自分のチャット GPT が自分色に染まっていくという機能ですね。ま,あ、まだ自立されてないというか使えないんですけども。まあ、そのうち近々全員使えるようになると思うのでね。これはね、待ってみましょう。どうなんだろう無料版でも使えるのかどうかちょっとわかんないですね。無料版のチャット GPT 使えないでまたチャット GPT プラスだけパターンは全然あるかなと思います。課金しよう。おとなしく。<laughs> マジで。課金しよう。 チャット GPT プラスめっちゃいいから。あれはマジ課金する価値があるサービスだと思う。月に20ドルだけど。200ドルでも迷わず課金するね。2000ドルって言われたらちょっと迷うけど多分課金する。そのぐらいには便利だと思う。質問です。検索順位が下がっていないのに広告を増やしたら GA4 の同設置数が数百単位で明らかに減りました。GA4 やサーバーパネルからのアクセスの減少は見られませんでした。これって赤字さん、落ちたことありますか原因わからないのにアクセスが まあ、減少してて悲しみです。うーん。ない。あんまり関係ないかな。てか、多いばわかる気がしますけどね。どこからのやつが減ってるのかって。流入元とかはある程度絞れると思うので。それがほんまに広告との因果関係みたいなのがあるのかどうか。実際広告を増やしたらって思ってるけど、広告関係ないパターンも全然あると思うんで。まあ、でも逆にこれがほんまだったら広告減らしたら増えるっていうことなんで、実際減らしてみたらいいんじゃないかなと思います。減らしても変わらないんだったらあんまり関係ないってことですね。 チャット GPT メモリディ機能育て方間違えそうで楽しみです。間違えそうで楽しみ。<laughs> コメント見やすいです。よかったです。いいよね、これ。一番最初にこれを見たの、ホリエモンのね、ホリエさんの YouTube ライブでやってて、あこれなにめっちゃいいじゃんと思って。で、それからずっとやろうと思ってて、もう1年とか前、1年2年前ぐらいに、それをやろうと思ってて、ずっとやってなくて、今3連休なんで、初めて見ました。いろんなことができるからね、楽しい。流入自体は減ってないんですが、なぜか同説が減ってるのでちょっと不思議です。 いや、そんなことある。それ、同説が減ってるんだったら、牛乳減ってないとおかしいけど。てか、それが減ってないんだったら別にもう無視すればいい。あの、g f 4とかって割とバグったりするんで、明らかに数字おかしいみたいなのってあったりするから。考えなくていいんじゃないかなと思います。てか、それ考えて結局どうするっていう話なんですけど。考えて何もしないなら、じゃあ考えなくていいんじゃないっていうのが僕の考えなんで。まなん何でもそうなんですけど。なんかブログのあるあるなのが、アクセス解析。 使い方を教えてほしいですとかってめっちゃ言われるんですけど。でも、その使い方を教えたって別に、それで何するわけじゃないんだったら別に使わなくていいんじゃないその困ってないなら使わなくていいじゃんみたいな。 なんか何かを解析したくて、その見方が分からないとかだったら分かるけど、別にそういうのも何もなくて、ただただアクセス解析使いたいですみたいな。なんかそれって割と本末転倒だと思うんですよね。こういうデータを見たいからアクセス解析を使いたいなら分かるんですけど、それがないんだったら別に今それなしで運営できてるなら別にそれでよくないかって思っちゃいますね。結局アクセス解析したところで、じゃあ何かやるんですかって言ったらほとんどの人何もやらないんですよね。見て、へーって思うぐらいで <laughs>。何もやらないから。いや、だったら別にアクセス解析放置しちゃえばいいじゃん。 なんかその時間もったいない。そんなことしてるぐらいなら記事書いた方がいいよねって思いますね。中西さんインスタやられていたの知らなかったです。まあ告知とか全然しないんでね。でも貼ってますよ、普通に。YouTube の概要欄とかにはずっと。もう何年も貼ってある。最近割とインスタを、まあ人に手伝ってもらいながらですけど、運用を始めたので、今日ね、同時配信という形でやってみようということで、同時配信をしています。あ、そうなんですよ。TikTok もあると概要欄で知りました。そうなの。TikTok あるんです。 なんやかんやで、全然告知とかしてないけど、フォロワー1万人いるんですよ。うちのウェ b s h o c t v の TikTok。知ってた知らないでしょ。実は。まあ、最近全然やってないけど、去年の年明けぐらいから割と頑張ってて、半年ぐらいやって、フォロワー1万人になってやめた。なんかもういいやと思って。なんかそれも、対して理由があってやっていたわけじゃなくて、せっかくだから TikTok もやろうや。みたいな。 の社内で言って、それでやってて、全然最初増えてなかったんだけど、まあいろいろと頑張って、どうしたら増えるのかっていうのを思考確保しながらやっていったら、1万人超えたんで。でもなんでやめたかっていうと、別に正直ね、1万人っていうのも大した意味じゃなくて、1万人いたらまあ、 なんていうのそれなりの数だし、もうなんかそれでいいかみたいな。結局1万人いたところで、それが何か収益につながるとか、そういうの全くないんですよ。うん、だからまあもったいないから、そこに時間使ってるの。YouTube の方も忙しいしね。結構 YouTube の方もギリギリになっちゃったりもしてたんで、編集とか、そういうのも含めて。じゃあわざわざ、こう、収益にもつながってない TikTok を更新するぐらいだった。別のことをやりたいねっていうことで、TikTok は1万人フォロワー達成してやめました。だから全然更新してない。 なんかの形でね、使えるといいなと思うけど、TikTok の使い方むずいんだよな、ほんま。相性的にもあんまり合わないし、属性も。やっぱ若い子が圧倒的に多いから、TikTok は。もう、10代とか20代前半に刺さるようなものじゃないとダメなんですけど、うちのチャンネルみたいなのってほんと刺さらないんで、それでも1万人まで伸ばしたって、これはなかなか頑張ったんじゃないかなと思うんですけど、YouTube みたいにね、昔の YouTube もね、全然そのビジネス系を見る人いなくて、まあ、いわゆるエンタメ系、もう10代とか20代ぐらいまでの人たちが見ていたような時代から、 何年ぐらい前ですか ?5 年ぐらい前にビジネス系の YouTuber がめちゃめちゃ見られるようになって、その30代40代とか、まあ要はビジネスとかやってる人とかも、幅広い年代に見られるようになったじゃないですか。それと同じような感じで TikTok もいずれそうなっていくとは思うので、そうなったらその時に考えたいなと思うんですけど、まあ、何にもね、ないところからやるよりも1万人ぐらい登録者がいる中で始めた方がね、またなんかその使いやすいかなとは思うので、なんかアイデアがあったら募集します。 収益化できますよ、1万人から。いや、てかね、まあ、そうなんですけど、えっとね、要は、その事業としてやるほどの収益が全く出ないっていう話ですね。要は、多分これ収益化はできると思うんですけど、1万人でも。じゃあ、いくら入ってくるのって話で、多分せいぜい、あの、数千円だと思うんですよ、月に。うちぐらいの規模だと。じゃあ、月に数千円のために TikTok やるのかっていう話になるんです。これが、何十万も儲かるってなると、また話は別なんですけど、例えば30万とか儲かるんだったら、一人分の人件費出るならば、じゃあ、それはいいかって思うけど、 数千円だったら結局やる意味がないんですよね。なんか1円でもあればとか、そういう感じではないので。やっぱ会社として人を動かす以上は、まあ僕もそうなんですけど、そこにコストがかかってしまうので、少なくともそのコストをペイできるような何かがないとできない。難しいんですよね。TikTok の場合は。まあてか本気でやろうと思ってないっていうのもあるかもしれないですか。バトルすると何千万円にもなります。うーん。まあこれもね。確かにそうなんですよね。TikTok ってすごくてバトルっていうシステムがあるの知ってますか ?TikTok 知らない人もいるかもしれないですけど。 バトルみたいなことをやると、なんかそれぞれで二人でバトルするんですけど、スパチャみたいなのを投げたやつで、なんかゲージみたいなのが動いて、勝敗が決まるんですよ。だから自分の推しのためにめっちゃ金額を使うってやつなんですけど。いや、できないよね、でもそれは。そもそもさ、僕がバトルしてて、そんな投げてもらえると思えないし、あもう一つは、その儲かったら儲かったら、それはそれで、ちょっとめんどくさいんですよね。<laughs> いろいろ言われちゃうんで。 仮に何千万も儲かっちゃうと、あいつ TikTok で金巻き,巻き上げてやがるとかって言われちゃうから、お金に困ってんじゃないかみたいなめんどくさいやからが湧いてきちゃうんで。だからそういうのを相手にするのめんどくさいんですよね。なんか TikTok をね、やってる人たちっていうのはもはやそういうのを跳ねのけてやってるんだと思いますけど、なかなかむずいんですよね。なんかブランディング的にというか、やってること的に難しかったりするんで。なんかしかもそこでそうやって頑張って、まあ何千万とかっていうのはそれはでかい金額ですけど。 それで何千万とかもらうんだったら普通に自分の会社の事業を頑張って何千万とか稼ぐ方がまあ今後にもつながるしいいんじゃないかと思うしね。いやでもいいよななんかバトルとかして何もさ全部やめてさバトルで何千万も稼いで生活できるんだったらそんなに楽しいことはないよね。ほんとライブ配信だけで生活していくの夢だもんな。あのちょうど今年の目標とかありますかっていうのが来てますけど。いやないんですけど目標とかってあんまり。まあその会社の事業として 例えばこの事業は、じゃあどのぐらいの売り上げを目指そうみたいなのあったりするけど、ま、だそれ以外の目標って正直あんまりなくて、目標を決めてない人なんですよね。なんかその時々でやりたいことをやりたいから、中地さんとバトルしたい。バトルしたい人が現れてしまった。勝ちたいなと思うけど、いやでも勝てるイメージ湧かないんだよな。<laughs> 自分がそんなにスパチャ投げられてるイメージ湧かない。でもそういうのをやろうと思うと、エンタメ系じゃないけど、違うやり方をしていかなきゃいけないなとは思うよね。 まあそれこそ今の若い YouTuber とかそういう感じじゃん。ちょっとアイドルじゃないけど、本当の意味で自分のファンになってもらうみたいなことをしてかなきゃいけないから、やっぱやり方変えていかなきゃいけないですよね。YouTube とか TikTok もそうなんですけど、うちの場合はあくまでこう、情報メインなところがあるんで、役に立つ情報を発信して、その情報を求めて見てくれている人が多いから。だからそれがなくなった時に、 お金をもらえるかっていうと、なかなか難しいんですよね。これマジです,すると。いやでもお金そんな払ってほしくないっていうな <laughs>。そんなとこでお金払うんだったら、普通にうちの商品とかサービス買ってほしいもんな。その方が絶対に有益だし。そのお金もらったとこで、TikTok でお金もらったところで、ちょっとどうしてあげることもできない。ただただ僕の懐が潤って、TikTok に手数料持ってかれるっていう、バトルしようぜ的なイメージが、すごい戦い。いや、すごい戦いなんですよ。マジですごくて。自分の推しが負けないように、お金をジャブジャブつぎ込むっていう。 今初めてボイシーも見たんですが、アイコン、子供時代の中でさんですかそうです。3歳とかぐらいかな。全くやってないけど最近ボイシー。ボイシーは撮る時間ないね。ボイシーも結局、ボイシーやってて何かあるかって言われたら別に何もなくて。あれも、だから儲かってないからできてないパターン。だから収益出すって本当大事なんだよね。TikTok も、ボイシーもずっとやってて、半年とか1年ぐらい毎日のように更新してたんだけど、でも更新しててもそれを収益につなげるっていうことをしなかったから、 やっぱ忙しくなっちゃうと優先順位をつけなきゃいけなくて、じゃあ事業としての優先順位何でつけるのって言って、やっぱ売り上げとか将来性みたいなことになる。うん、だからボイシーの場合は、まあ将来性の部分は全然あると思うけど、収益が上がる見込みっていうのはほぼなかったから、じゃあできないよねって言って、まあ自然と更新をしなくなった部類。だから収益出すってちゃんと大事なんで、なんで続けたいことがあったらボランティアじゃなくて収益は出るようにしておかないとダメなんで、なんかそれはね、覚えておいてほしいなと思いますね。いろんな人に。 自分が何かをするっていう時でも、好きだったら無料でやれよみたいな、ボランティアでやれよみたいな風潮あったりするんですけど、やっぱそれは間違ってて。どんなことでもボランティアで続けるって限界があるし、収益があればもっともっとできることっていうのもいろいろあったりするから、だからちゃんと収益出すの大事。まあ僕もね、いろんな SNS とか YouTube とか、なんかそういうところで活動していって、なんか商品とかサービスを作ることも当然あるんですけど、会社なんで。でもそうすると、いや、無料で出すよとかって言われるんですけど。 でもさ、無料で出したら結局、その時はそれ無料で出せるかもしんないけど、その後何にも出せなくなっちゃう。だって収益上がらないから。うん、なんで今って、こう、風潮的に何でも無料で出してくれたら神みたいなところがあると思うんですよ。まあもちろん YouTube とかで無料でいい情報を発信して、登録してもらって、視聴回数を増やしてっていうのはもちろんそれはあるんだけど、でもほんまに全部のことが無料になったら結局できなくなるだけ。それは誰でもそうなんですけど。うちも YouTube も完全に無料で、どこでも収益を出さなくなったら、もうやらない。 絶対にやらない。てかできない、普通に。なので、あんまり何でもかんでも無料っていうのがいいかって言われたら、そんなことはなくて。だから、ある程度、なんか何でも無料で出してる人がいるんだったら、むしろ心配した方がいい。この人大丈夫かなみたいな。続くのかなっていうのは。だから、商品サービス出してきたら、それはむしろ、なんかそのチャンネルを見てる人とか、そういう人は喜んだ方がいいと思っていて、別にだって買わなくてもいいわけじゃないですか。買う、買わないの選択肢は自分が持ってるわけなんで、別に商品とかサービス出したからって。 なんかそれだけで割と批判されてる人を見たりするんですけど、僕はあんまりそれに批判されることってないんですけど、まあそういう活動をしてるっていうのはみんな知ってるからだと思いますけど、ね、ビジネス系 YouTuber みたいな人が新しいサービスをリリースしますとかって言うと、それめっちゃ批判集まって、すげえかわいそうだなと思う。いや、それは、そのために YouTube やってるところもあるから、それは新しい商品とかサービス作るやろうと。まあでも、ね、それで批判されてしまって。でもそれが結局出てこなかったら収益出ないから続けられないし。 なんで、そのチャンネルを本当に応援するんだったら、そういうのは全然歓迎するべきで。欲しかったら買えばいいし、別に欲しくなかったら買わなきゃいい。だい自分買わなくても他の人が買えば、その収益率続くわけだから、それってプラスしかなくないですかまあ何か根底にそういうものを売られたら自分は欲しくなくても買ってしまうみたいなのがあるかもしれないけど、まあそれはまた別の話で、その買い物が下手とかお金の使い方が下手みたいな、また別の話になるかな。だからそこら辺をごっちゃにしない方がいいだろうなと思う。えー、っと、動画いつも楽しく拝見しています。36歳フリーター。今までアフィリエイト記念記動画、 手取りを独学で挫折しました。<laughs> 独学で挫折しましたね。クライアントワークはコミュ障が不安すぎるのと、単価が安いので手を出していません。学歴も好きでもないんですが、来年から親を養わないといけません。完全未経験でも雇ってくれるウェブ系の職場も探したんですがありませんでした。完全にき詰まってしまったので、中地さんのアドバイスをいただきたいです。親を養わないといけないっていうのが、どのぐらいのレベルかですね。えっと、本当に養わないと、まあ、要は生活もできなくて、 で、その金額がいくらぐらいなのかによる、どのぐらい必要なのか。まあ、自分の生活費とかそういうのも合わせて、月にいくらの収入がないといけないのかによって全然違う。はい、これがね、月に20万の収益がないとダメだって言うんだったら、これはね、おとなしくフリーター、まあ、フリーターでもいいんですけど、か何でお金稼いでるのかわかんないけど、まあ、バイトとかそういうことですよね。そういうことをしてる方がいい。なぜかっていうと、不安定なことできないじゃん。 まあ、アフィリエイトもそうだし、記念系もセドリも全部そうなんですけど、まあ、クライアントワークって、まあ、ウェブライターとか動画編集とか、そういうのにしても、か安定するわけじゃないんで、不安定になってもそもそも大丈夫なんていうのは根底にあるよね。不安定になって親が養えなくなったら、どうにもならないんだったら、そんな不安定なことする意味がないというか、リスクが大きすぎるからやめた方がいい。でもそうじゃなくて、その金額に対しても、金額的にも大したことないし、多少収入がなくてもある程度は大丈夫っていうのがあるんだったら、まあ、やってもいいのかなとは思う。 でも普通にクライアントワークやることかなコミュ障が不安すぎるっていうのも、結局やったことないから不安だと思うんで。別にね、対面で会わなきゃいけないかって別にそんなこともないし、ウェブライターやってる人だって、テキストでしかやり取りしたことないですっていう人めっちゃいると思うんですよ。まあうちは割とズーム繋いだりとかもするんですけど、必要の応じで。まあそれでもテキストコミュニケーションだけのパターンもあるか。感覚が安いわ。これはもうものによる。 普通に単価高いですよ。クライアントワークは何か分かんないけど、そのウェブライターだろうと、動画編集だろうと、月に100万稼いでる人なんて普通に世の中ゴロゴロいるんで、普通に単価が安いわけではない。で、完全未経験でも雇ってくれるウェブ系の職場もっていうことなんですけど、うーん、なくはないと思うけどね。<laughs> ないのかそんなことないでしょ。完全未経験で雇ってくれるウェブ系の職場がないかって言われたらあると思うけどね、普通に。まあでも結局そこに行ったところで儲かるかっていうところはある。だって完全未経験で雇ってくれるっていうことは、 ただ給料当然高くないわけで、ね。関連未経験の人を雇うってなったら。一番だから、そのアフィリエイトとか、セドリとか、入れ抜き動画みたいなのはもうおすすめしない、絶対に。そのうまくいけばお金入ってくるけど、うまくいかないとお金入ってこないパターンの仕事だから。で、うまくいかないときに、結局積んでしまうので、今の状況だと。だからとりあえず、働いたらお金が入ってくるっていうのはマスト。だからクライアントワークもしくはどこかで働くの2択。 あとそっからはちょっとわかんないですね。そのコミュショが不安すぎるっていうのも、コミュショもどのぐらいコミュショなのかによる。だいたい IT 系の仕事してる人だって98%コミュションっめちゃくちゃ言うけど。いやでもほんとそう。だいたいそう。僕らってそうだし。だいたいの人はコミュショだから。でもそれでもだいたいみんなやってるんで。だから別にそんなに不安になることはないと思うけどね。そこに対して。クライアントワークをお勧めいただいたのでできそうなことを少しずつやってみようと思います。全然それがいい。そのクライアントワークも、 程度があるというか簡単なものから難しいものまであるんで、とりあえず簡単なものからやったらいいんじゃないやってみないとわからないし、意外とコミュ障だと思ってるけど全然できるっていうパターンもあるから。さあ、特定のパソコン系ガジェットブログやってるんですが、購入に直接繋がる記事にアクセスなくて泣いています。やはりもう少しニッチな複合キーワードを攻めて、そこから購入に繋がる記事へ流れて,てもらう動線を作った方がいいでしょうか最近そういった手法を聞かないのでどうかなと思いました。永井さんのご意見を伺ってみたいです。どっちでもいいです、これはもう。そ <laughs> っちでもいい。 その購入に直接繋がる記事にアクセスがないっていうのは要は SEO で上がらないってことなんですけど、それはそうなんですよ。購入に直接繋がるような記事の SEO なんて、もう世界中の人が狙ってるわけなんで、そこで上がるっていうことはそれはめちゃくちゃ難しいことなんで。まあそれをなんとかするのが、その SEO なりブログなんですけど。で、それをやらないんだったら複合キーワード攻めて、ちょっと遠いキーワードから引っ張ってくるぐらいしかないかなと思います。まあ最近そういった手法聞かないっていうか、手法というか、もうなんていうか、ある種当たり前なところはあるんで。 あえてそういう話をしてない人が多いんじゃないですか。まあ要は制約キーワードみたいなところって難易度の高い制約キーワードでぶち上げて集客するのか、それともまあ難易度が制約キーワードに比べたら低い集客キーワードで集客をして商品を売るのかっていうところの違いなんで。普通ほんまにこれはどっちでもいいです。ただ、次を上げられるんだったらその制約キーワードでぶち上げた方がいいですよ。早い。圧倒的に売り上げも大きくなるし、何百万とか何千万みたいな規模になるし、うまくいけば制約もしやすいんでね。 いつも配信ありがとうございます。少し前の、少し前にアクセス解析の話をされていたようですが、直近1ヶ月、えー、1週間、ポーランド、ワルシャワからの流入があって、トップページだけアクセスしているような状態です。ユーザーアカウントが違うので、ユーザー数は増え続けています。ほぼ24時間ポーランドから1から3人来ています。ポーランドの人が見るようなサイトではないのですが、これは怪しいアクセスかわかりますかわかりません。わ <laughs> かりません。わかんないけど別にいいんじゃない放置性は。怪しいアクセスだとしてどうするっていう。 別に海外からの全部遮断するってそれはできるし、やってる人もいるかもしれないけど、でもいないか。ぼっと回ってこなくなるもんな。だから、まあ放置するしかないです。基本的には。何かを遮断すると誰も見れなくなっちゃうので。それってブログとして意味がなくなっちゃうんで。まあその誰が見るみたいなのはもうこっちでは制限できないので。てか別に気にしないです。あ、でもほぼ24時間ポーランドから1から3人来てるっていうのは、24時間体制で見られているっていう話か。 まあ、それはちょっと気持ち悪いけどね。じゃあ、ポーランドからだけ、ポーランドからのアクセスだけ遮断するみたいなのはある程度できると思うけど。続いて、中古ドメインの世界などで A サイトから B サイトへ記事を全て移したいと考えています。A サイトから B サイトへ記事を移したい。ほう。301ディダレクトも書けるんですが、中地さんはどういう方法でサイト移行を行いますか俺、これ動画出してんじゃないかな。サイトの引っ越しとかで調べてもらったら多分出る。どういう方法でって別にどういう方法もないっすけどね。 普通に記事を移行する。まあ、301リダイレクトをするかどうかはまたケースバイケースですね。絶対にするかって言われたらしないパターンも全然ある。301をすることで SEO 的にマイナスになったりすることもあるんで。まあ、した後でおかしかったら301外すとかそんなのもあるし。でもどういう方法でってなんかそんなにあれはないんだけどね。特殊な方法を何かできるかって言われたら何もない。たくさんの視聴者さんいらっしゃいますが、何か特別印象的なことを覚えていたりすることはありますかえ、まあ、普通に。 コメントかなあ、でもアンチコメントだね。やっぱり一番覚えてるって。圧倒的にアンチコメントが覚えてる。まあ配信とかでもネタにするし。アンチコメント。面白い。<laughs> それネタにするのもどうなんだっていうことなんだけどな。ああ、偉そうだなとか。あと画像生成 AI でお前エロ画像作ってるだろうとか。結構いろんなのが来る。けど面白いなと思いながら見てる。あんまり傷つくものはないよねっていう話は機能している。 たまになんか傷ついたりするけど、でもあんまり覚えてないんだよな。いろんなことやってるから、すぐに忘れてしまう。ブログ挑戦中ですが、肩がものすごいこ、ものすごく凝ってしまうようになりました。まだ記事執筆に集中する段階にたどり着けなくて、肩に何かが重くのしかかっているような気がします。中地さん肩凝りませんか僕はね、肩凝らない人なんですよね。これたまに聞かれるんですけど、肩凝らない人なんですよ。で肩凝ってるんですけど、正確に言うと。あんまり肩凝りわからない人なんで、だから全然ないっすね。肩凝り腰痛系はほんまにないっす。 まあ人よりも仕事時間長いし、ずっとやってますけど、まあブログ19年目なんでね。あれは整体とかは行くようにしてる。最近行けてないけど、1ヶ月に1回ぐらい通ってましたね、整体。その時はやっぱりめっちゃ凝ってるって言われたわ。背中とか肩とか。久々に行きたいな、整体。<laughs> 何かが重くのしかかってるわ。どうなん整体っていうか、お払いじゃない。えっ、ー、と、自身のポッドキャスト と、番組の文字起こしサイトを作ろうとしています。長いものだと収録が1時間くらいあり、削ってもかなりの文字数になってしまいます。どのくらいの文字数でページを分割すればいいかわかりません。ブログ1ページの最適な文字数の基準はありますか最大どのくらいまでいけるんでしょうかえ、どのくらいでもいけます。そ自分が決めればいいので、別に100万文字でも書こうと思ったら書きます。だってページを分割する意味ってほぼ何もないです。正直。その2000文字で分割して1、2、3にしてなんか意味あるかって言われたら意味ないです。ぶっ その、読んでる側からしたら、多分、鬱陶しいだけですね。じゃあ、なんで分割されてるものがあるかっていうと、結局ね、分割すると PV 数増えるんですよ。ニュースサイトとか多分、ほぼそれです。Yahoo ニュースとかでも、3ページに分かれてたりするでしょ。だから、1個読もうと思ったら、3PV になる。で、PV 数があると、出て広告価値が高まるから、まあ、実際の意味があるかって言われたら、ぶっちゃけないけど、そんなの。でも、そういう風にして分割してる人、いるんじゃないかなと思う。だから、長くなったって全部載せるべきですよ。それは分割便別にないです。 えだって関係なくないですか分割されてて。すごいギュッて要約されてるんだったら別にそれはそれで意味あると思うんですけど、結局のところページ分割した、されたとして、1万文字、1万文字、1万文字で3万字載ってるのと、1ページに3万文字載ってるのって別に何も変わりなくないですかむしろ <laughs> 読みたい人はわざわざ次のページ移んなきゃいけないからめんどくせえなとしかならないと思いますけどね。何かそれが意味のある分割の仕方ができるんだったら別だけど。その1ページごとに要約を載せるとか。か でもそれも別に何文字でもいい。もはやそれ自分が読みやすいと思うようにすればいいです。なんかその辺は自由なんで、その決まったものがないっていうのはまあわかるじゃないですか。決まった文字数みたいなのはない。それは人によってだって感じ方は違うわけで、2000文字でも長いと思う人もいれば1万文字でも短いって思う人もいるんで。じゃあ何で決めるのって、それは運営者の自由でしょ。運営者のエゴ。自分はこれが読みやすいと思うから、こうする。もちろん今後はね、なんかテストして最適な文字数に極めてもいいと思うけど、最初はそんなに深く考える必要は全く何もないです。 えっと、記事内の各区ア,フィリンアフィリンクボタンの中で、記事後半に位置する見出し内に置かれたボタンがクリック率高いです。この場合、その見出しを記事前半に移動させるのが常的でしょうか一方で、それまでの過程のッコンテ,ンテンツを読んだからこそクリックしていたと仮定すると、むやみに前半に移すとクリック率が下がるのでは懸念しています。ケースバイケースで正解ないと思いますが、中西さんならどんな考えで判断するか伺いたいです。いや、もうそのままですねあ。それはまさにそうで、後半にあるのがクリック率高いっていうのは、それはそこまで、 読んでいる人なんで、そりゃ、クリックする確率は高いよねっていうだけで、それで前半に持っていったら、よりこう、よりクリックされるかって言われたらそんなことはない。ま、あでも内部リンクで飛ばしてもいいかなと思う。内部リンクだよ、ページ内リンクが。そのコンテンツが本当に有益なんだったら、そこに早く目に飛ばしてやれば、もっとクリックされる確率は上がるから、そういう風うにするぐらい、コンテンツごと上に持っていくとかはしないですね。むしろマイナスの方が大きそうな気がする。ブログ更新終わりました。多分、今月1回目かも。おおなるほど。 これまで何度か書いてはダメ、ダメ、ダメ、ダメでしたが、今日は自分の好きな絵に書りたと思います。結果待ちます。いいね。とりあえず、それでやろう。やらないとわからないから、うまくいってるかも。うまくいってないかも。医療者で医療知識を広めるようなブログを作成しています。YYYL の観点で、収益には直接持っていけないと感じていますが、続けていきたいという気持ちがあります。はいはい、このブログをやり続けることの先に、どっか,かで収益につながる未来はありますか 音声配信や YouTube 活用なども視野に。いや、あるでしょ。その、なんていうか、その y m l っていうのは SEO だけの特殊な概念なんで。だから SNS とか YouTube とか使ってしまえば全然関係なくなるから、ほんまに役に立つものだったら、普通にそれは SEO 経由じゃなくてもアクセスを集められて役に立つはずだから収益につながる未来は全然ある。あとはどれだけいいものを作れるかっていうだけの話です、ね、えっと、医療従事者兼ウェブライターで、利用医療案件を応募し、仮採用0.5円、 えっと、文字単価0.5ですと。クラシックエディター入力、えっ、ー、と、コードの知識0、素材画像 NG で、画像編集必須で時間ばかりかかります。募集時はワードプレス画像必須のみの表記で、私の把握不足です。求められるレベルも高く、実力不足を感じています。記事も美容医療とは少しずれた内容で辞退を考えています。中地さんならどのように考え、判断されますかえ、えー、辞退すればいいです。普通に。あの、迷惑かかるんで、辞退するなら辞退した方がいいですよ。 これ無理してやっちゃう人いるんですけど、結局無理してやって、やられても、依頼してる側も困ったりするんで、普通に無理なら無理って言うべきですね、これ。なんで辞退しましょう、無理だと思うなら。まあ、ただ、実力不足を感じていますは、別に、向こうが納得してるんだったらいいんじゃないかなと思いますけどね。たまにそういうパターンあるんですけど。なんかこっちが全然いいと思ってるのに、なんか向こうはなぜか実力不足を感じていて辞退しますみたいな。いやいや、うちやってほしいんですけど、的なパターンもあったりするんで。まあ、でもその、なんだ まあ、墓単価も高いわけじゃない。安いじゃないですか。まあ、始めたばっかりなんで0.5円が別にダメかって言われたら別にいいんですけど、あの、本人がやってればいいんですけど。あとは、こう、まあ、費用対効果というか、時給換算とかして自分が納得いく収益がもらえてるのかどうかとか、そういうのも大事なんで。と、アドバイスありがとうございます。先方にも迷惑だと思いつつ、失てになるかもと時間だけが過ぎてしまい、申し訳なさばかりでした。 アドバイスいただいて気持ちがとても楽になりました。あの人に相談したかったタイミングでのライブ配信、本当に嬉しかったです。ここで感謝します。ありがとうございます。丁寧なメッセージは。いや、でも、まあ、迷惑かかるかもしれないけど、でも続けることの方が迷惑かかる可能性もあるから、だからやめた方がいいですよ。まあ、もちろんなんかちゃんと筋は通さなきゃいけないけど、無理なんだったらちゃんとそういうふうに言うべき、不安なんだったら不安って言うべき、それもコミュニケーション大事なんで、クライアントワークするんだったらちゃんとそういうのっていうのはやっていけるようにならないと、クライアントワーク続けていけないのね。 まあもちろん努力するんですよ。何でも無理って言ったらそれは仕事にならないから。ある程度やれるところはやるけど。でもほんまに無理なところは無理って言わなきゃいけないし。中内さんの YouTube 動画見てブログ始めました。えー、っと、ファーバリンクを途中で変えてしまったせいか、インデックスされていない記事がたくさんあるのですが、対応は301リダイレクトしかありませんかありません。まあ、放置するか。でも放置するのはあんま良くないからな。でもまあ、今更、今更感はある。ぶっちゃけこれ301、 で、解決するかって言われたら解決しないパターンは全然ある。ただ、インデックスされにくくなってんのよ、絶対的に。今の SEO って。昔は何でもインデックスされてたんだけど、今ってもう記事が無数にあって、そんなに Google もインデックスしなくていいものまでインデックスしたくないから。だから基準が上がってるみたいなところはある。もちろん、そのパーマリンク変えたからインデックスされてないっていう可能性は全然あるけど。チャンネル登録よろしくお願いします。